みんなこんにちは。はてなくんだよ。タコの体ってどうしてふにゅふにゅなんだろう。今日はタコさんにお話聞いてみたよ。え、なんで僕の体がふにゅふにゅなのかって？実は僕には骨がないんだ。硬い殻もないしね。大昔、地球に生き物が生まれた頃は、みんな骨なんてない、ふにゃふにゃの体だったんだぜ。でも、そのうち骨を持つものと、貝などの硬い殻を持つものが現れた。貝は硬い殻にこもって身を守るけど、すごく遅いよね。だから殻を捨てるものが現れた。それが僕たちタコのご先祖様さ。僕には8本の腕があって、この長い腕を獲物に絡ませ、吸盤で吸い付いて獲物を捕らえるんだ。そして、硬い口で獲物を噛み砕くんだ。これが僕の口かって？違うんだな。これは墨を吐くところ。僕の口は足の付け根にあるんだよ。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。